日。はい、ニコ生をご覧の皆さん、おはようございます。おはようございます。やばいね、MC 役おらへんやん。MC 役やるって言ってたやつ、当の方にルパン見てるよ。お前は遅刻中だから、ちょうど LINE 来てます、ね、しかもちょっといい感じに、あの名前にテル入ってないっていう。あれテルテル君がいない。テル君おらん。なってもええ。見えないんだよ。なってもええ。ちっちゃすぎる。高さ的に見えない。高さ的にちょっと見えない。高さは変わらんやろ。座高は結構高い。座ってるにしてもな、見えてない。どうしましょうか。ピンチ出てきたろ。いい感じに、あの多分仕切りの手前尺が尺されてない。見えてへん。ニコ生にまでいじめられてる。全員がいじめられる。やってられへん。あ、今日放送するなんて前やらんかったんや。前あ、違う、前あれっすよ。あれですよ。手やるって言ってて。いや、あれはしゃあない。俺らじゃないやん。ある、あの、スタジオです。しかつかし、今回なんかいろいろ悪いことしてたよね。そう、時間嘘ついたし、時間嘘ついたし、あの俺ツイートのやつさ、普通に一回あのタイムラインに貼ったんやけど、全然違うやつの番組で言われる。やり直したし、全然違う。おお、いいってやつ。マジでびっくりした。つかしやりますから。そう、はい、あいさんもやりてやね。いや、相当やりてなんでこのメンバー。はい、じゃあオープニングいきましょう。はい、はい、やしろの丸見えなんとかスタート。おーい。はい、皆さん、お腹減ってたり、すいたでしょ。お腹すったっていうことでね。すいたでしょ、みんな。はい、これ見てわかるかな、今日。ここに多分、一回見たことある子はわかるかもしれないね。一回見た子はわかると思うけど、ナオトが一回ね、ハンバーガー10個食ったっていうのをね、すげえ大々的に自慢してたら、ちょっと右のカイト君が、俺いけるっすよ、俺余裕でいけるって言い出したから、ちょっと今日また10個チャレンジしてくれるみたいなんで。来ましたね。それ今見えてないからね。いや、俺レギュラーじゃない、もう二度と出ないからね。レギュラー制度ない。今日決めた、今日決めた。もん二度と出ない。二度と出ない。レギュラーになったし、レギュラーに二度と出ないって決めました。じゃないとみんなグダグダで来ないじゃないですか。集まり悪いから。二度と。これ黄色やったらわからんな。黄色はこれじゃないですか。うん、一番わかりやすい。やります、はい、やります。ハンバーガー10個、まあ、俺は普通にご飯食べるだけ。完食するらしいです。普通に40分タイマーにしましょうか。うん、俺は、おい、俺牛乳ないんですよ。でも放送時間があるから、ちょうど多分その時間多分分かると思うけど。あ、じゃあ、うん、一応見てたら念のため、念のために40分で。怖いです。いやいや、で、あれね、こう多分名前だけ上がってると思うんだけど、左右来てないっていう。うん、じゃあ、ぼちぼち始めます。まだ始めへん。いやいやいや、ギリギリする。終了ギリギリまでギリギリのところでやりきるか、やりきらんか。あれ、24時間テレビのマラソンで終わるまでに帰ってくんのかみたいな。なるほど。じゃあ終わりにはさらに歌い出すから。終わりませんみたいな。みんなでこうやって、さくらふぶ。とりあえずあれやね、あの、ミギーが来てないから、ミギー今向かってるらしいんやけど、遅刻したらわさび食わせるって言ったから。それはやる。そうっすね。来たら生わさびをちゃんとあのうまい棒に突っ込んで食わせるんで、それはまた一つ新しい流れかもしれん。ここの直でいかないんです。優しい直で見るんでしょ。直わさび、わさび見んだ、わさび見んだ。うん、いや、ミギーはあれやろ、放送時間中吐いてやろ、あいつ。はい、知ってるでしょ。気持ち悪い、気持ち悪いって言って上ってなった。みんな考えること一緒っすね、やっぱり。いや、俺もそれが怖くて、今日遅刻できひんところは寝てへんからね。遅れるわけにはめちゃくちゃ眠い、今だいぶ前乗りしました、僕も。12時過ぎに。いつぐらい、別にテルクめちゃう、テルクめちゃう。テルクよ、かわいい。これ時間、けど分からへんな。ん、呼ばれたいな。今日のメンツはよく分かりません。ユキトと愉快な犬たち。犬たち、犬たち、いろいろ問題あって。ワンコ、うちのワンコたちと一緒に出ました。犬です。下僕1です。そう、下僕たち、俺の。
忠実な犬たちが来ました。飼い主が出るっていうか来ました。そうそうそう、そんな感じです。飼い主が来いって言ったら、せーの、やばいやろ、そういう趣味は違う、肉便器やん俺ら。その趣味はないから大丈夫。ゆっちょさん、その趣味あったんですか。したら俺、その趣味はない、やめます。こっちはリアルの犬顔います。犬顔やめとけ、やめとけ。あれ誰がいる。枠1時間2時間とかで出ないかな。待ってるスケジュール、雨いて、やばい、今日から困ってない。まあじゃあ、ぼちぼち行きますか。じゃあ俺が一番飼い慣らしてる犬は犬じゃなくて猫なんよね。家で寝てる方か。ああ、ガチのやつや。家で寝てるわ、でかい猫。今日帰ってくるの、なんかもうお腹減りました。帰ってきてすぐ寝てたけど、いや、俺もお腹すぎないよね。お腹減ったっすね。まあまあ苦行やでな、これ。もう現在進行形で、まあこれ苦行ったって、でもなんか時間あるから。あ、そうね、今ミギーさんが、ミギーさんが今から出ます。チェイいつますよ。チェイチェイチェイ。お盆あったよ、みんな。お休み日何してんの。より逆に気になる、みんなが何してんのか。いい、僕は筋トレですね。ボリが絶対ですよ。よく見た、かっこいい。絶対僕は筋トレです。かっこいいわ。俺ボイトレ、うん、ボイトレ、もうボイトレ、ボイトレしてる。ミヒーって誰、寄生獣。寄生獣本家の方やそれ。そう、ボイトレ、ボイトレしてるから、してるらしいよ。ヒカルは、僕はゴロゴロしてますね、お家で。しょうもないわ。面白い。うわぁ、ちょっと待って、マイク色あんこで。うわぁ、マイク色あんこで言う。これは聞こえてない、です多分。わらわらついてるんですよ。聞こえてないです。いけない、入ってない、入ってない。ネットサーフィンが趣味らしくてね。ネットサーフィンしてるらしい、ヒカルは。ネットサーフィンね。ヒカルはずっとなんかネットサーフィンしてるらしい。あれですね、いろんなネットサーフィンしてる。言い方が悪いっす。別にネットサーフィンやったら別にいろいろあるやん。確かに俺も今日してたし、だってあのもしかしたら AV かもしれない。いや俺今日梅干しダイエットってどうなんやろって思って、梅干しダイエットについてすっげー調べてた。ネットサーフィン X ビデオ。あー、それは割と割りかし多分間違いじゃないな、光ちゃん。だから趣味、光の趣味はそうやん。大体そう合ってるやん。大体そう、それの上の光は女装やろっていうのが一番意味わかんない。右手にキャタピーある人って誰。どういうこと。キャタピー、キャタピー、キャタピー、すごいね。右手にキャタピー、多分あのコメントの癖がすぎやな。右手にケタ、なんかレベル上がってな。この頃ゲームしてないね。あの東京ブル読み直してる俺は休みの日もずっと今。懐かしいもん言ったっすね。でそうなんか久しぶりにね、あの映画もあるから。いや、まだ続きますよね。続いてる、続いてる、全然。一番最初どうやったんやろうなっていうのめっちゃ気になったよね。あ、ほんまに初期の方ですか。そう、一番最初の方から全部今見てる。お腹痛いない始めて RE2 までいってる。 RE2 か、胃が縮まっていってる。だからそういうしょうもないことしかしない。誰やデデンで書いたやつ。ちっちゃくデデンで書いたもう道に出ちゃう。ほんとにチェル君に向けてやつだけど、20分からやるから20分しかもなんかその後の多分でもデデンで見えから、35分からデデンで放送しますぞ。35分スタートでやります。多分そのタイミングで右も来ると思うから、右はそのタイミングでわさび食っとくから、ちょうどいいつなぎができる。デデンでしときたいんですよ。これあれはね、ピチューじゃなくてデデンも見てるやつは大体知っとるやつ。45分スタートだから、だから5分か。だから俺じゃないよ。だからあと10分休憩できるよ。いやもう今もう震えるぐらい待ってるもんね。もう震える。いやお前つまんだな。絶対あかんさ。つまむなって。20分じゃない、40分、40分。20分で10分じゃ鬼振りがあるけど。2分で1個はまあまあきついから。きついね。うん。まあまあきついですね。パンチ効いてる。だからね、あ、でもお腹すいたのすげえ分かるよね。俺も今ちょっと飯食ってないからな。この時間帯のニコ生でハンバーガー10個ってだからまたふくよかしてるって言われるんですよ。見た子とかはでも絶対あれやでな、うん、お腹すいてくるから。この時間とかやったら余計にあのちょっと食ったらあかんと思って我慢してる子は絶対おるから。美味しそうな顔して食べる。よし、最初は美味しいよねこれ。俺も一回やったけど最初の2個目までは美味しくなってる。3つ目らへんからしんどい。4つ目か、多分絶対に忘れるわけよ。もっさもっさ、最高のままで止まる。もっさもっさするから。いや、そう、いや、デブになるよって言え。この店デブしかおらんから大丈夫よ。いや、いけないですか。今に始まったことだ。大体ね、もともとでデブドラしかやばいでしょ。ふくよか汁にして、せめてふくよか汁、そこまで汁にして。そこまではっきり言われたらちょっと辛いよ。ごめん、なんかお腹はでもみんな出てるね。うん、勝手に。俺ホスト始めて5ヶ月目。あ、でも俺も太ったね。汁違い太り出しましたね。太るあれだ、東京出てきてから5キロぐらい太った。お酒が怖い。お酒が5キロ太った東京で。体重は減りました逆に。
テルキュン、かわいい、かわいい、かわいい。これ大体これ誰か分かった誰か分かったわ。でも、最近テルくん人気やん。人気ですね、ツイッターでも有名ですし。いや、みんなが叩いてるだけやろ。ツイッター有名やし、初回の送りいっぱい取るし。送りだけな、送りだけな、ストローの方がいっぱいあるやん、なんか。豆タグつけたら全部テルで。豆タグってなんだ。豆です。豆タグってなんだ。出てくる。しかもね、もう決まってしまったしね。なりますか。え、 あれびっくりした。本当に確定しちゃったから。確定10月に今月1ヶ月で頑張りますわ。10月に、ああ10月にね、例のモンスターズ次世代バージョンにてるくん出るんで。あれですよ、確定申告どのタク呼んでもカロリーワンセットで返すの。カロリーワンセットで返す。お願いします。カロリー頑張ってください。チェックです。チェックです。あ、ワンタイチェックで。でもすげえもう遅れて、うわ、なんかワンパンの美学的なあれで。ちょっと待った。はいはいはい、だから、待って、だから僕端っこおったのに。だから俺端っこおったのに。あいつらのみんなのほうがいいね。いやいや、僕だからなんかしれーと端っこ座ってたのに。もうあれ、お名前は詳しく教えて。お名前は、お名前からどうぞ。まずチン押してから。チン、はい、どうぞ。掲示板で有名な桜木カレです。どういう感じで有名な、どういう感じで。あれ、チンコだな。それはもう某掲示板をちょっと行く。何が好きなんやろうね。何が好きかは。何が好き、ちょ言ってみ、自分の口から。まあ何が好きですね。まあ何が好き。細身の。何が好きってこと。細身のね。ね、悪っ。細身の顔。うん、みんなにいじられるから、もうまとめるとかないもん。みんなが口々に言うだけやから、もうツッコミも追いつかへんし。ホモなのってね。でもいいよね、なんかそうやって名前出るのは。ホースラブ有名になったってことやん。いいっすね。うん、名前なんか全く出んわ。出ないっすね。出ないもん俺も。ライトさんとかユキトさんほんと出ないっすもんね。俺出ない。出よう。でも俺そのエグいことや。俺エグい営業やってないんで。俺も飛んだって噂が流れたくらい。悪い悪い悪い。俺エグい営業やんない。めっちゃ悪い。いや、そんなのやったことないですね。普通にホストとしてあのね、女の子を楽しませるためだけにやってるから。炎上内容誰かコメントで書いて、いや、ホストラブ見ればええやん。そこで終わるやつ。一応俺ぞ。あれ終わってから見るとか、CM 中に見るとかあるからね。今の割とそれぞれやし、いろいろあるから。なんで調べたら出んの、教えて。イグドラシル、福岡シル、福岡シルでは出てきません。福岡シル。でもあと、もうちょっとで地獄の始まり。後でやられそうって何言う。後でやられそう。この放送を見て。あ、この後。この放送の後で。急に。急に。ゆきとなんなん。マジやめてくれ。ごめんなさい、見っけの取材するやつ殺すから。誰か分かったら追い打ちかけなんだよ、本当に。追い込みかけて死んで殺し屋かもしれないです。うん、もう履歴とか見るから、普通に携帯で従業員の。いや、ワンちゃん従業員じゃん、もうここの4人の誰か。普通に見っけるから。てか、なんかこう大体でもあれ書いたら分かるからね、誰が書いたかとか。てか調べようと思ったら俺パソコンにちょっと調べれるし。怖っ。怖っ。大学でいろいろ勉強したんで、やり方をいっぱい知ってます。ハッキングですか。うん、ハッカーやから。ちょっと後でユキトさんにその話詳しく聞いとこう。詳しく教えてもらって。何かな、教えてもらって。何か教えてもらって。何かな、追い込まれ。見つかるのどうせ分かってるから書かないっていう。追い込まれるからだ。ある程度候補は上がってるけど、光のワンちゃん聞いてもらう。だからもう後でちょっと詳しく。高いね。受講料高い。20万ぐらい。俺が大学でちゃんと470万で払って、ちゃんと勉強したやつやねんから。それプラス10かけのタックスっすよね。そうです。タックス40%。とりあえず400万のタックス 40% で。毎年も出したら俺かかれることないから大丈夫。じっくり。高すぎる。いらねえ。だからそんな感じやからね。テレコお酒飲んでないから静かに。てかミギ送りて。俺以外喋る人もおるからええやろ別に。じゃあまず僕が開けたら。いや、うまい棒。でも作っといて、かましわけちゃうしな。え、そうよ。でも作っといて、来た瞬間に食わせよう。はい。絶対うまい、これ。これ見えるかな。お腹減った。生わさび。え、生わさび見した瞬間、お腹すいたって言ってるやついますけど。いや、違う。生わさび食いたいといた。岸谷がおると思いました、今。ちょっと待って、ちょっと待って。え、お前、生わさび食えません。で、問題はこれであいつが来るか来ないかの話じゃない。いや、それなんすよ、もう。珍しく、ゆきとさんに下ネタコメントって言う。絶対こういうの書くやつ大体分かってんもん、もうだって。塚地かな。
ナオトとかつかさとかそっちそっちかナオトっぽいなナオトっぽいわナオトっぽいな入れちゃってくださいそれなんかちゃんと詰め込まないと無理ない詰めですかあ、これあれやな、なんか細いね、マドラーはやばいな。いやでも、こう攻めてるって言ったら後々が怖い。押し込んだら多分流れていく。押し込みでいきましょう。もっとグイグイ突っ込んでいこうよ。ガンガン行こうぜ。ガンガンドラクエ的なんですかも。とりあえず、今からだ、これぐらい仕組むんでその間、はい、ちょっと一回 CM で、はい。ねえ、りょうくん、ストーリーやろうよ。あ、いいね、やろうよ。りょうくん、これやろうよ。あ、これね、いいね。イエーイめっちゃいい、いい感じ俺らとストーリーを作れる場所ハニこんなんお前そんなもん今書いてあるけどこんなヒカルがやるに決まってるCM のミオさんやってくれるんだろうなもうあかんよヒカルそんな絶対やったら絶対あかんで、はい、俺入ったとしてヒカルさんこんなキャラやったもんなヒヒヒ結婚詐欺させてや結婚詐欺させてやお前と書いてマジなんだよこれ絶対もうすべて分かってんの笑いながら笑いながらなんかもうやれって言ってやる流れになってでも歌舞伎町って滑ったら酒飲んでよいしょって言えばなんとかなると思うもっと気合いがなあのそう棒読みかよって言われてるから本気を出してやってくれよな2回目テイク2テイク2うまいもんってこの早くて俺の知ってる重量感兄さんうまい棒やばいな知ってるうまい棒の重さじゃない俺の知ってるちょっと持ってみてください名前でも俺の知ってるうまい棒これうまい棒ちゃうこれちくわはい自分の重さしてる食べていいよ名前からもう食べていいよって食べていいよって僕が早起きましたやんヒカル滑ったからそれじゃあ名前今締めとしてでも絶対パン食べないですよ僕絶対食べないヒカルはそういうキャラじゃないそのフリじゃないヒカルはそういうキャラじゃない絶対食べないよ絶対食べないこっちめっちゃ入りやすそう長屋の時に誰も見てないけど大体いつもそう俺ちゃんと画面に見よるけごめん興味失っちゃったなるほどしれっと食べませんって早くどうぞ早く行って下まで下まで見るこれ下までしっかり入ってるもう穴がないからねはよはよでかかりでかわいそうよあ、おもすげえめちゃくちゃ食ってるフルで行く行ける意外できるんじゃないわさび奥までおる最後までわさびたっぷり最後までわさびたっぷりだよ最悪と一緒ケツまで入ってるでも炎上してるもうコーナー炎上炎上してるホスラブール炎上してる自身が炎上してるねこれミキ2本とも壊せようかないやでもこれなあ、カイトが無理やったこれ食ってよいけるよ罰ゲームは必要やんやっぱ余裕ですよでもまあこれコーンポタージュ味やからうん、うまいっすマイルドになるからお前返せよ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 5分っすゆきとさんが食べたいって言ってるからあ、カイドあと1分でスタートですあ、食べたいですかゆきとさんうんじゃあちょっと後任せあと任せろ任せとけやっとペルもちょっと食べるあ、全然いいっすちょ、このうまいほどけいきますよーいスタートじゃあ俺わさび食えばいいですかこれ始まったよいただきますいただきますあ、乾杯しますちゃんとあー、いっちゃうねはいあ、ほらやっぱいい感じじゃんあれはどこ行ったよもうちょっと、もうちょっと早く来てほしかったかなもうワンテンポ早く来てほしかったなおはよう、右待ちがすごいよ今見てる人らの
誰が寝起きの下着なんて言うと今とか寝てるかって言った。俺は食べたくねえよ、死ねえ。誰や言うてんの。全然いける。真ん中ぐらいちょうど空いてる。なんかこれ、ニギ遅刻したからわさびやんね。え、てか、カイト君わさび詰めるのうまくね。んそういう工場に出世。ゆくたさん、30分放送らしいっすよ。ええ、え、知らん。俺も初めて聞いた。それは聞いたら、じゃあ15分前だから1分で15分前って書いてて。あ、もっと。いや、あと10分。はい、これいただきます。あ、ありますよ。は2本作りました。2本俺ひじくじ作ったの今俺。早くどっち味がいい、明太子か。これちゃんとここの放送とか集合の10分前に来てるの誰もおらへん。ホストだな。ホストだから。いや、やめとけ。テリックちっちゃくて見えない。やかましいわ。あ、意外といける。うまっ。うまっ。何そりゃ。いや、めっちゃうまっ。ちょうどいい。え、右だちょうどいい。うまっ。ちょうどいいからさ。いや、めっちゃうまっ。好きやからな。え、わさびでも全然いけますよ、これ。シャックで30分までに短縮されてるんで、ちょっとで食べなかったんで、頑張れ。え、15分まで。え、何短縮されてんの。なんか、あれやで、ガバガバだね、連絡が。え、このペースマジで無理。1時間にしても絶対無理やで。競技ついてる。絶対ペース的に普通に飯食うてるだけのスピード。え、これ絶対無理だよ。左に味覚どうなってんのって。え、味覚どうなってんのって。うるせえ。わさびでも普通に食って遅刻してきて罰ゲームって食わされて何もないって言っちゃおもろくないじゃん。僕ちゃんと来てんのにめちゃめちゃわさびしよ。すげえ。まあ、バトルで喋っていきましょうか。だってもう全部入ってんもんな。俺全部詰め込みました。すごいわこれ。多分あれだよ、もうお水係。このペースじゃダメだよ。お水係、はい、業者です。もう一個でそれや。狂月やりますか。ん、狂月やりますか。まあまあ OK です。あ、誰かキャス見てたんだよ。僕キャスでやった時入ってた。うまい。はい、でもそう話してたからさ。口に詰め込んで終わったやつですか。いや、でもほんまにきついよ。写真からかかってませんでした。絶対きついっす。うんうん、2、3個目までな、いけんねんな。シンプルこれ途中から無理だよね。途中から無理。うん、最初は多分7個目ぐらいから多分しんどい。いや、2個目からもうしんどいよ。いや、これ何個やったっけな。俺きつかったんだ。ゆうたさんも1回やったんでしょ。5か6ぐらいからちょっとしんどくなってるんだけど、パンがきついんよな。あ、水分持ってかれるし。めっちゃ淡麗飲みたいんですけど、わさび淡麗ないから。美味しく飲める。当てですよ。あれないからね、もうもう無理やん。辛っ。もうあと…え、このことは辛っ。あと5分ぐらいしかない。そんな少ないの。無理じゃん。それは無理だよ。1分で言って。1分いたって俺、1時間って聞いてたもん。1時間、もう1時間、もう1時間聞いてた。アテナがやったのパクリやで。それだけは分かっといて。2年前にやったしな、俺が作ったからね。バイオニアや、バイオニア。もうちょいで食うから大丈夫。カイトはなめんな。そうね、今からラストスパートすごいから。5個1個に追い上げがすごいから。5個1個に食うから。両手にも5個1個に食うから。バケモンじゃないですか。この番組終わったらユキトさん美味しいとこ行きましょう。ご飯行こう。カイちゃんはちゃんと自分のやつ全部食べてもらうの困るから。これはじゃあ普通に美味しくいただく。もうわさび臭がすごいんやけど、いろんなとこから両サイド囲まれてますからね。もうちょっとこれ取って無理やなって思い出したよ。いや、下巻が少ないの。まあ3つ目やからまだそんなあれか、重くならんから。滑ったらわさび今4つ目怖すぎね。5分ぐらい。わさびバーガーあと6個4つ目バーガー捨てたやろ1個捨てない捨ててない。さてはいけるんじゃない。いつも僕ハンバーガー5個買ってますよ。5個までは余裕ない。僕にちょっとお腹すいたなと思って。じゃあその倍のペースで食ったらいけるですね。でも多分これいい感じでハンバーガー食ってくれとったらなんか、あの、見てたら腹減るんだよね。ハンバーガー5個食おうと思わんな。これ僕らいります。あんまいらんよ。この曲僕らいります。いやでもこれが始まるまで喋ってたね結構。そうですね。その間すごかったですよ。右まだ来ないのみたいな。そう人気もんやな思ってみましょう。あーやべえ、コンポタージュエグいなこれ。面白いね。後から来た。めっちゃ詰まってんじゃん。詰めるの人、隣にプロがいるんで、職人が職人おったからコンポタージュ。やばちょっと涙目だ。残ってたわさび全部詰めましたわ。代表太るよって俺関係ないからな。何も匂いで太んの。なんならもう俺、あの
営業終わってから飯食って、そっから食ってないもん。だからもう3分だって。あと3分やって。3分で食べてる。だから30秒でいける。余裕余裕。いけるいける。だめちゃったらいける。いけるいける。流し込め流し込め全部。3分クッキングや。何わさびもポストってゆるゆる体型多いよ。だゆるキャラみたいな。俺もゆるゆる体型やからな。ゆるキャラみたいな。ゆるキャラみたいな人間やから。ちょっとバレへん服選んでるから、基本的にバレへんようにね、敵である。デブ言うな。デブ言うな。でもデブでもよくない。服よかって言ってほしい。結局はなんかデブそういうとこじゃないやん。いや、デブデブめっちゃ発音やん。ポストって、体関係ないやん。うるさいデブって書いてるやつ、デブやったらしばきましょう。あ、殺すぞ。ほんでこいつデブやったらもう取ってくれますぞ。ポストは関係ない、体型は。別に裸で接客するわけじゃないし、服着るし、うん、そんなイベントがあって、ほらイケメンなら何でもいい。服着とってかかったやった、俺許された。そういうことや。だから代表ちゃんとバレてるよ。何が何がやねん。お腹の話や。ちょっと踊ってるだけや。ちょっとだけな。ほんの少し。ひたすらもう眠いね。もう今もうめっちゃ目シパシパする。テルキュン手足長いよ。あ、こいた手足が誰の手足短いじゃん。しばくぞ。まあやっぱ体型的にの問題やろね。おいおいおい、え、テレビいます。いるよ、映ってるよ。右だそ。右一番タッパでかいからな。右だそ。じゃ右だそ。バカなのがテレくんいると言いながら自分よりでかいやつになり上見るんすよ。あ、ほすぎてテレくんで上見るんすよ。いや、いるわけなかろうっつって天井張り付いとるのか。面白い。しばくぞ。しばくぞ。やばやば。なんで上見るの。頭おかしいんすよ。いや、探してんねやだから。一生懸命探してる。やばいよ。俺の家の猫はすげえ服よ。が1分前です。1分前。 あと1分もうやばいよ。ラストスパートや。ラストスパートや。まだ1分で終わっちゃうわ。終わっちゃうわ。俺だから10秒で1個食ったらいけるよ。無理やで。これまだあれやな、シュンシュンの見てやな。これはもうシュンちゃんが。俺は悪くない。これもシュンちゃんが悪い。これシュンシュンの見て。シュンちゃんが悪い。シュンちゃんが悪い。スタート間に合わんかったね。スタート間に合わんかったね。しんちゃんがいます。まあそんな感じで、はい。なんかこのこのまま続けて、超絶的でしょ。はい。これこのまま食わせていくんやけど、映ったらボケ。とりあえずね、はい、もう終わりなんで。やば。告知といえば、ミキさん何してる？彼らが飼い主の。そう、バースデーやるんでね、21日に暇な人ちょっと顔出してください。オリジナル下ろしたら T シャツあげます。ブリーダーイベント。やった。ブリーダーイベントです。ブリーダーイベント。ブリーダーイベント。楽しくできたらいいなと思ってます。とりあえず今日の朝乗るんで待ってまーす。